ではですね、この、麻生内閣の時の、これとどこが違うかについて若干質問いたします。この時ではですね、地方公共団体独立行政法人についても適正評価をすべきだというふうにしています。今回これを除外した理由は何でしょうか。森国務大臣。今回は都道府県県警も対象になっております。福島みずほ君。都道府県県警はそうなんですが、この議論の時はやはり独立行政法人でもロケットがあるとか地方公共団体だってそれは情報を共有しているわけだから適正評価の対象としているんです。これはなぜ今回除外になったんですか。もう一回答えてください。森国務大臣。はい、その後のですね、民主党政権時代の秘密保全体制についての報告書においてもですね、独立行政法人が対象となっておりましたけれども、今回は対象外にいたしました。独立行政法人については、特定秘密を国から独立して保有するということが、なかなか想定をされないためにということと、なるべくですね、これは範囲を限定していこうということで、民主党政権の時の報告書のその他、指定すべき事項も限定してまいりましたし、独立行政法人、その他業務取得者についても限定した、そういう限定のその横並びで、すべて限定をして、特定秘密が狭くなるようにといった、その中の一つでございます。福島みずほ君。いや、民主党政権決めてないですよ。この法案出したのは、まさに自民党政権じゃないですか。じゃあ、地方公、議事要旨を読むと、初めは限定した方がいいんじゃないかってあるんですね。じゃあ、後から広がるのか。これ、地方公共団体独立行政法人は、将来も適正評価の対象にならないというのでよろしいですか。森国務大臣。はい、将来もなりません。福島みずほ君。いや、これはですね、知事、自治体、私は秘密保護法に反対ですが、地方にこう情報がいかない、みんなの党の、議員の方から、地方公共団体と一切議論していない、情報をこれから出さなくなるんじゃないかという批判がありました。でも今、地方公共団体、独立行政法人もならないということでよろしいですね。確認します。森国務大臣。これは対象となることはございません。